説手帳切手収集家が切手を収納するのに用いる、ストックブックの別称日本郵政の商品の一つで、記念切手を収納したもので、表紙に説明があるもの。切手の販売方法の一つで、切手に表紙となる厚紙を付けたもの。本校で論述、ドイツの表紙付きの切手帳、アメリカの切手帳のペーン。郵便番号の使用を呼びかける紙片が付いている。切手帳とは、 切手の販売方法の一つで数枚、ないし数十枚の切手に表紙をつけて小冊子にしたものである。携帯、または保管に便利なように考案された。切手帳は切手の保管ないし携帯に便利なように発案されたものである。世界で最初に切手帳の形式で販売されたのは電信電話事業者が発行した電信切手に対するもので1870年に アメリカ合衆国カリフォルニア州のテレグラフ社と1871年のウェスタンユニオンによって発行された。1884年10月14日に合衆国特許庁はこのアイデアに対しボストンの A.W. クックへ特許権を与えた。しかしながら特許権の及ぶ範囲はアメリカ国内限定であったためルクセンブルクは1895年に 世界で最初に郵便切手を閉じた切手帳を発行。20世紀初頭にはほぼ世界中の国で発行された。日本でも1906年に発行された。もともと切手帳は切手のシートを手作業で切り離して製作されていた。これをハンドメイドと呼ぶ。切手帳を作るため、シートから切り離された切手のブロックは、口述する機械裁断によるものも含め、 ペーンと呼ばれる。複数のペーンを閉じる場合には、糸ないしホチキス割りで表紙に留めていた。ハンドメイドで製作された場合、切手に特徴がなければ、ペーンからバラバラにされると、シートで製造されたものと区別がつかない。その後、切手調整作のためにあらかじめ大きなシートを印刷、機械で裁断されるようになると、ペーンの端はストレートエッジとなり、区別できるようになった。 これをマシーンメイドと称する。切手帳の中には前日のようなペーンだけではなく、小型シートのようなペーンを閉じたものが存在するほか、切手帳の形式でしか発行されていない切手も存在する。また、バ価を切り良くするため、切手ではなく、標語を印刷したものも存在する。また、日本では切手帳に U ペーンという愛称をつけて販売していた。ありがとうございます。